社長社長、うっす。質問が来ています。社長って今宅建問題解いても合格点取れるんですか？これ誰だと思ってるの？本当ですか？社長やぞ。じゃあ僕と勝負しましょう。今年の令和4年の問題解きましょう。マジで企画？そういう企画です。やりますか？やりましょう。ブンブンハローマイホーム、不動産業界のヒカキンこと大津社長です。このチャンネルでは不動産やビジネスについて発信していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。今回の動画なんですけど、オープニングであった通りね、彼のね持ち込み企画でね、いつもいじめられてるんだよね。そうですね。いつもなんかパワハラを受けてるらしくて、仕返しをしたいと、社長が嫌いで気に食わないと、社長がいかに仕事ができないかダメなやつかを晒したいよね。まあそうかもしれないですね。そういうことだよね。そういうこともあって、宅建を受けさせてみたいと、今年の問題をね、受けさせてみて、受かるかどうか勝負をするとね、はい、これから2時間ね、受けなあかんですけども、ちなみに受かったのいつですか？去年の12月試験になります。何点で受かりましたか？37点だったか、8点だったくらいだと思います。37点ですね。僕が受かったのは確かね、2018年かなんで、今から4年前の試験で受かってます。40点ぐらいで受かった記憶があります。正確なこと覚えてないです。ちなみに僕3回目で受かってますね。何回目だったの？僕一発合格です。それでね、よく言われてんだよね、2回も落ちたんすかって言われてますね。今年合格で何点ぐらいだっけ予想が？35点ぐらいじゃないかなとは言われてるみたいです。今ね撮影してるのが11月17日でございまして、試験終わったのが10月の15とかそんなもんかな、うん、その時の問題を印刷したんですけども、何点で合格なのかって分からない状況で、各予備校がね合格予想点を出しているって状況になります。12月10日に合格発表日ってことなので、この動画はね12月10日に上がってます。2人ともね20何点台とかね、絶対受からない点数かもしれないんですが、35点とか36点だった時は受かったかどうかっていうところがね、リアルタイムじゃないと分からないっていうね、楽しい動画になってますのでね、なんか一言ありますか？勝ったらボーナスか何かいただけたらすごい嬉しいなって思いますね。12月もうすぐボーナスですから。そうですね。ちなみにね、ボーナスはね新卒はないんでね、はい、来年もしかしたらあるかもしれないんでね、こういうところは別だと思ってますのでね、では始めたいと思います。じゃあ早速解いていきたいと思います。はい、画面が切り替わってしまってるんですけども、試験中ちょっと大変な事態がありましたね。警察沙汰になっておりまして、30分40分が経ってから一回中断して現場に行って戻ってくるので、場所がちょっと変わってしまいました。どんな事件があったかと言いますと、私が所有する貸し屋の中で天井になんか不審者がいるんちゃうかっていう騒ぎがあって、足音がしたみたいで、うちのパートのおばちゃんはね掃除に向かわってもらってたんですけども、靴が置いてあったってことで、人がいるんやったらね、不審者逮捕の瞬間とか言ったらめっちゃバズりそうだなと思って楽しみにしてたんですけど、何も音もなくね、よかったんですけどね、いた方が面白かったね。ね、それで席を外してまして、この後戻ってから再開しまして、無事宅建終わりました。点数なんですけども、どっちが高かったと思います？僕は一応社長です。お前は新卒平社員。平社員やんな。結果発表したいと思います。僕から、はい、29点です。じゃあ僕が、42点です。終わりでいいもん。いやー、それまずいんですか、まあ、軽く、まあ、感想というか、これこれこれ宅建試験知らない人もいると思うんですけども、50点満点で大体35点前後だよね。 15% ぐらいですよ、合格率が。 15% になるようにその点数調整するんですけど、毎年35点ぐらいなんですが、29点はほぼ 100% 不合格、42点はほぼ 100% 合格ということで、まだ結果発表が出てないんですけども、ほぼほぼもう確定、まあしました。言い訳させてください。4年前は僕受かってますよ。まあ民法も変わっちゃったりしてますから、ね、そうですね。僕自身まだ勉強不足なんですけども、うちの会社的にはちゃんとした人もいるんでね、安心してくださいってことしか言えないんで、全体的にやっぱ難しいですよね、宅建。業法とか法令はいつも通りだと思うんですけど、民法が特に例えば問い7の失踪の問題とかですね、僕司法試験の勉強してたんで、これ司法試験レベルの問題じゃんみたいな、対象自体の判例の問題だろうみたいな、そんな問題もあったりしたんで、法律初学者の方とかには結構難しいんじゃないかな、まあ、彼はもともと法学部出身なのでね、民法が強いってこともあったんで、そこそこ点数いったんじゃないかなと思っててね、かたやね大学留年してるようなね
あの優秀な学生だったんでね、僕パチンコばかしてたんでね、大学生ね、1週間ぐらい前からわって勉強してなんとかごまかしてた人間とね、ちゃんと勉強した人間のね差がここで出てしまったんじゃないかなというふうに思います。何回で受かったんでしたっけ？僕3回で受かりましたね。別の社員がいるんですけど、今年30点で落ちたんですよ。お前頭おかしいんちゃうかと、不動産屋なのに2回も落ちるってどういうことやと、やる気あるんか勉強したんかってめっちゃ怒った。宅建が今日否定されてる不動産屋さんもありますからね。不動産屋はね、宅建持っとかないとね話にならないと思うんで、受かったら関係ないから。もう今まで不動産屋さんで受かった後受けてみたって人いなかったんですけど、やっぱこうなるの分かってるからやらないんだろうね、みんなね。そうですね、恥かくだけだからね。大家さんとして解いたってことにすればいいんじゃないですか。まあ大家さん解いたと言いつつもね、仕事くださいって言ってる立場なのでね。はい、私29点しか取れてないんですけども、不動産投資の物件に関してはもうちょっと詳しい方かなとも少しは思ってるので、うん、法律的に詳しいのはね、こういうねちゃんとできる人もね中にいますので、ぜひねうちに仕事いただけたら大変嬉しいなって思うのと、不動産投資とか不動産とかに興味ある方、ぜひねチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。